さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。さあこっから試乗ですけれども、今日乗ってるのはもうエンジン音でわかるかもしれないですけども、これ世界にですね19台しかないです。やばいです、怖いです。今日はランボルギーニ芝ショールームですね、コンスタントのコラボレーションでこれ実現しておりますシアンロードスターの試乗ですよ。もう頭の中パニックってますので今日何言ってるか分かんないと思います。で横にはですねそちらでセールス活動をしております倉林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。倉林さん、今日声大きめで、もうこれ以上ないぐらいな声でお願いします。多分エンジン音にやられちゃいます僕らの声。かしこまりました。はい、倉林さんも初めてですよねこれ。公道乗るのは初めてです。ですよね。はい、はい、まあ何にせよちょっと行きたいと思います。よろしくお願いします。いやド緊張ですよ。3億円の車ですもんね。はい、販売価格が、はい、3億円超えてまいりますね。だから多分もう今普通に言っても19台だからグローバルで引き合いがあるでしょうから、もう4億とか出しても手に入んないかもしれないですよね可能性はあるかもしれないですね。さあシアンスタートです。後ろはですね案の定見えやすくはないです。声もなかなか通らなそうです。さあまあ電車の音もすごいですし、ちょっと今日車のインプレになるかどうかが不安でございます。僕すごい声が通るんですけど、一番の心配は倉林さんの声が一切入らないんじゃないかって思い出して私も頑張って声出していきたいと思います、はい、もうねあのカラオケ一人酔っ払って独唱するぐらいな声の張りようで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ倉林さん、これ僕の印象どんどん言っていくと乗り心地いいですね。そうなんです。はい、ランボルギーニのマグネライドサスペンションっていうものを、搭載しております。で、はい、そちらのサスペンションなんですけども、あの下からの突き上げを減衰してくれる、まあ、磁気流体サスペンションなんて言われる表現もされるんですけども、それが搭載されておりますので、外の見た目に反して相当乗りやすい感じになっているんじゃないかなと思います。そうですよね、外の見た目に反してって感じですよね、はい、見た目いっちゃってますもんね。もういっちゃってるっていう表現は良くないかもしれないですけどインパクトはありますね。インパクトありますよね、はい、いやーこの車すごいと思います。本当、いやびっくりしております。まだね車に完全乗られております。昨日自分のフェラーリの812でちょっといろいろ走り回ってたんですけど、まあそれでちょっと慣らしといたんですけど、もう緊張の度合いが全く違います、はい、であともう一つ乗りやすいですね。その速度コントロール含めて、僕の記憶だとアベンタドールとかで言うと、これ V12 ベースで考えたら要はアベンタドールと同じエンジンですかこれ。はい、さようでございます。 SVJ のエンジンをベースとしております。じゃあ SVJ のエンジンベースで、でさらにハイブリッドってことですもんね。はい、スーパーキャパシタを搭載して 48V のモーターを搭載しております。なんかシフト変速含めてめちゃくちゃ滑らかですよね。これランボルギーニの中で一番乗りやすいかもしれないですよ。これやっぱりキャパシタのモーターが効いてるんですね。そうですね、こう低速だったりとかシフトの切り替わりの時のトルク抜けを補助してくれますので、そこでかなり力を発揮してくれているんだろうと思います。ちょっとだんだんいい意味で緊張感がなくなってきました。そうですね、はい、はい、もうちょっと乗りづらくてゴツゴツあってレーシングタイプでっていうなんかイメージがあったんですけど、そんなことないですね。そうですね、ランボルギーニ今ストラーダという走行モードを入れていただいてるんですけども、はい、こちらは本当に全てもう車を 3D レベルで監視して、縦方向はマグネライドサスペンション、前後は4輪駆動、横滑り防止、そして、横に関してはランボルギーニダイナミックステアリング、はい、ギア比によってハンドルの打角が少し変わるもの、あとリコールのリアステアもついてますので、それで全て管理されているのが全部作動する、一番最適に作動するモードがストラーダにありますので、なので今は本当に快適に、でただここをスポーツモード、まあ、スポルトモード、コルサモードと入れていくとだいぶ豹変するんじゃないかなと思います。エンジン音も結構変わるんですかね。ちょっとやってみていいですか。ぜひ踏んでいただいたりするとちょっと変わってきます。
あ、アイドルゴンとしては変わらないですね。そこまで大きくは変わらないかと思います。あと走ってる感じだったりとか、あのハンドルの重さだったりとか、そのあたりはだいぶ変わってくるかと思います。なんか感じとしては SVJ のオープンより乗りやすくて、音とかはちょっと似てる感じというのか、はい、そういう印象ですけど、どう？そうですね、印象倉林さんも初めてですもんね、走ってる車をこういう風にちゃんと乗るってそうですね、初めてですね。そもそもランボルギーニに関わってる方でも、このシアンはまず触れるってことが少ないですもんね。ほぼないと思っていただけるといいのかなと思います。あ、シートヒーターありました。あ、ちょっと早速使いましょう。あったかくなりますね。やっぱいい音しますよね。そうですね、はい、あの特にサーキットなんかで高回転に回していただけると、ランボルギーニの今までの一番いい音が鳴るという評価もいただいてます。まあ、8500回転レブリミットは変わらずですよねSVJ と一緒ってことは。そうですね、はい、はい、いや今日は乗られており、何のコメントもあんま出てこないですけどこれはもうすでに結構納車はランボルギーニ芝さんでも始まってる。徐々にですね、はい、やっぱ、まあ、あのクーペの方が先にな、まあ、FKP37 の方が先にあのデリバリーが始まりましたので、まあ、そこから始まって今あのロードスターに至るというような形でご案内させていただいてます。このロードスターも納車とかもうしてるんですか？はい、始まっております。やっぱランボルギーニ日本強いんですね。そうですね、あの皆様に支えていただいて私たちこれまでやってきております。なるほど。倉林さん、大きく車感じます。車線がちょっと狭く感じますけど、これ車幅がいくつでしたっけ？2m8cm になりますので、やっぱり物理的には少し大きさあるかなと思います。ちょっとね、広い。そうですね、なんか小型トラック乗ってるぐらいな車幅の余り具合そうですね、かつあの車高も低いので、よりちょっと車がワイドに、そして縦も長く感じるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、なんというのか、あの拍子抜けするぐらい乗りやすいですちょっとこれモーターのやっぱ効果が相当でかいですね。相当出てると思いますね。やっぱりあのアベンタドールだったり乗ると結構もうあのシフト の変速の段階で衝撃はあるんですけども、やっぱりそれが全くないので、本当に私も助手席で快適に乗らせていただいてます。ですよね、ちょっとなんか拍子抜けしちゃっております。なんかもうちょっと僕は緊張を強いられるような乗り味と思いきや、はい、幅だけですね。幅、そうですね、白線と白線の間に来た時にちょっと初めて物理的なものを感じるのかなと思います。あの見切り性能はもうランボルギーニのアベンタドールとかと一緒でそんな良くないんですよ。で、後方視界もそんな良くないんですよ、はい、でなので車は必要以上に大きく感じて、白線とかの間にまず綺麗に乗せていくっていうところに最初まず慣れを要するかもしれないそうですね、そのポジションはちょっと最初慣れが必要かもしれないです。でも乗り心地がとんでもなくいいです、はい、フロントもすっごい動いてますし、はい、しかし相変わらずやっぱ後ろが見えません。でランボルギーニの、まあ、アベンタドールとかもそうですけど、あの熱気がメラメラして、冬場とかもうそのメラメラでも見えないので、蜃気楼みたいな感じですよね後ろを見て。そうですね、なかなかちょっとインナーミラーは機能が 100% 発揮できてないのかなと思います。ちなみに車高を上げるのもついてるんですね。はい、ついております。これ何センチぐらい上がるん？約4センチほど上がります。あ、4センチ、はい。でも4センチ確かに助かりますけど、4センチを使わないといけないところになるべく行きたくないですね。この車両においては特にそうかと。ですよね、なんかゾワッとするぐらい速いですねこの車。はい、なんか先ほど倉林さんが言ってた通り、行き着きがないですね、はい、その動力が切れちゃいそうなところでモーターがちゃんと働いてるのか、はいはい、スイスイ速度が出てて、まあ、SVJ とかもスイスイ速度が出るんですけど、はい、それがなんか途切れ感がない感じが、はい、なんか怖
いぐらい速いっていうのを予感させるそうですね、ちょっとあの振動があるとそれであの、まあ、体感としてスピードが出てるのは感じられるんですけど、今回そちらはちょっとないので。そうなんですよ、乗り心地も全部含めてなんか振動少ないですよね、そのランボルギーニなのに、はいはい、非常に快適にあの乗ってることができます。あ、例えばウルスとかはもちろんフロントエンジンで、まあ、快適性高い感じはもちろんあれ理解できるんですけど SUV ですしね、はい、でもウラカンとかやっぱりアベンタドールの SVJ とかも後ろに背中にやっぱエンジンしようとどうしてももっと振動してる感触あるんですけど、それがない感じですね。だからこの真後ろにキャパシタあるんでしたっけ、はい、このちょうどこのエンジンとこのリアウォールの間にちょうど積んでます。ああなるほど、はい、いやちょっと高速道路楽しみでも、あの今日ですね、あの先にお伝えしておきます、高速道路行っても僕の動画今まで見てる方は踏むんですけども、今日ちょっと踏み切れないと思います。あのエンジンのチェックマークがちょっとオレンジなので緊急停止を要するものじゃないんですけど、オレンジのチェックマークが出てるので、しかもこれまだ200キロぐらいしか走ってないのでまだ慣らし段階でもあるので、ちょっとそういったあたり加味しながらの運転になるっていうのはお伝えしておきたいなと。しかし今の僕アクセル踏んでないですからねあのクリープ現象に近い状態でクラッチつながってどんどん行っちゃうので、はい、あの低速の段階だとモーターもこちらをサポートしてくれます。これアクセル踏んでないですから僕、はい、あのこのあたりサポートしてくれますですよね、はい、さあ ETC ゲートが狭く感じます行きました、さあ行きましょう、はい、乗りやすすぎて何とも言えないぐらい乗りやすい。そうですね、私も少々印象変わってます。お金を出すと刺激と速さに加えて快適性って得られるんだなっていうのがなんかランボルギーニの世界でもあるのかなっていう。だって SVJ が楽勝で 3,4 台買えちゃいますもんね。そうですね、はい、乗り心地は相変わらずいいです、とってもいいです。あの極端な話、例えば横に誰かを乗せていてもその方に対して不快感がほぼないって言ってもいいレベルだと思います。これ下手するとウルスとかよりも乗り心地がいいかもしれない。 SUV に勝てますね、これ乗り心地で。そのぐらい乗り心地がいいです。でも当然ながら速さもあります。ちょっとやっぱあの首都高が狭すぎるやっぱ一般道ではこの車アクセルを踏むっていうケースがないですね。なかなかこの車なかなか、そうですね、 100% 発揮は本当に難しいかなと。ちょっと乗り心地チェックでスポーツにしてみたいと思います。はい、はい、はい、スポーツにすると裏感ぐらいな、なんかちょっとコツッコツッっていう音も含めて入ってきます、はい、あ、これ裏感にすっごい似てますね、なんか乗り味が。あのスポーツモードからランボルギーニらしくなってきました、味が変わりますので、はい、はい、ちょっと視野もようやくそうなったなと印象があります。ちゃんとランボルギーニ乗ってるぞ感が出てきました、はいはい、ちょっと乗り心地チェックで一応コルサも、はい、快適。これウラカンとかでいうとスポーツモード、 SVJ とかよりもこれコルサモードで走ってる段階で乗り心地がいい気がする。もしかしたらシアンのこれロードスターですけど、通常のクーペのシアンはちょっとハードに攻めてるかもしれない。これロードスターの味付けかもしれないです。もしかしたらこんなに乗り心地が良くていいのかっていうぐらい乗り心地がいい。はい、ストラーダに戻しました。さあ3000回転、少しだけ踏みます。慣らしなので全開にはできないです。
のマイルドですね。そうですね、なんか優しいですね。思ってる以上に乗りやすい。ものすごい優しい。その印象がちょっと一人歩きしてますね。はい、はい、何も喋れないぐらい風の音とエンジン音、まあエンジン音がメインですけど、まあ気持ちいい音します。気持ちいい音するんですけど、びっくりするぐらいジェントルに力強い、ジェントルに速い。これこういう下品な言い方かもしれないですけど、デートカーに使えるクーペです。ランボルギーニのクーペでございます。これ通常のランボルギーニでももちろん使えなくはないんですけど、なんかシートの座り心地もいい気がしてきた。もうなんか毒されてんのかな、もうこの世界に。なんかシート僕快適に感じるの気のせいですか。なんか私もなんかこんなに乗りやすかったかなっていう印象がありますので、シートのクッション性いいですよね。これ非常にいいと思います。なんかね、なんだろう、思ってたのと思ってた想像してたシアンとは全く逆方向なんですよ、この結果今得られてるものが。いやー、なんか不思議な感じ。なのでどちらかというと踏みたいっていう気分が出てこないっていうと嘘ですけど、全然我慢できる踏みたいっていう気持ちを、このまんま快適なこのシアンがもたらしているこの世界に身を包んで、そのまま移動をなんかラグジュアリーにこなしたいなっていう、あ、だからラグジュアリーっていう言葉が出てきちゃうぐらいですよ、勝手に。だからレーシーな世界じゃないですね、これ。ちょっとコルサにしよう。あ、さすがにコルサはなんか来ますね。そうですね、下からの突き上げを感じます。レスポンスも今アクセルなるべく動かさないようにしてるんですけど、はい、車揺れるたびに足動くじゃないですか、はい、その足の揺れでモーターが動いちゃうんですよ。なるほど、ちょっとだけ踏みます。はい、助手席の方がだんだん怒り出すような、今倉林さんが女性だとしたら多分怒ってますよね。可能性はあるかなと思います。だんだんちょっと頭がギクシャクしてきますもんね。ちょっとそうです、動きが出てきますので、なんだろう、まず一つ軽いのと、そこまで軽いんですかこれシアンって。車重はこちらだと1645が炭素重量でありますので、なんでこんな軽く感じるのか。おそらくこのモーターの力が相当に作用しているのかなと思います。やっぱキャパシタってすごいんですね。はい、充電したものをそのままダイレクトにバスッと発揮できますので。そうなんですよね、この効率がすごいいいと。キャパシタは本当電気そのまま出し入れできちゃうので、はい、大容量の電気流せるので、はい、いやー、なんかちょっと今までの電気の世界とまた違う世界です、これ。いやー、いい音、いい音いい音ですね。5000回転ぐらいですごいいい音鳴るっていうことは聞いてますね。本当ですか。はい、今日5000回転1回も回してないんですよそうですね、私もちょっとチラチラ見ていたんですけども、やっぱちょっと一瞬だけ5000超えていいですかね。ちょっとせっかくなので、ちょっとこれは視聴者の皆さんにお届けしなければという、僕にとってのこれは責務がありますので、行きます。なるほど、倉田さん今ちょっと垣間見れましたね。見れましたね。はい、音が、音色が変わりだしましたね。はい、いや、今倉林さんに言われて5000回転から音が変わるっていうのを聞いたので、今改めてコルサモードで5000回転をちょっと体験してみたんですけれども、一足でちょっと音色が変わりました。粒がめっちゃ細かく揃い出しました。
これ興味深い。あのレッドゾーンとか8000回転とかもう絶対回せないので、今鳴らし終わってないのでそんなことはできないんですけども、でもちょっとその先回った時の音がゾワゾワっとしましたね。今いい音鳴ってましたね。鳴ってましたね、はい、ちょっと奥で U ターンをしてもう一回だけその音を奏でて、はい、今日は終了したいなと、はい、かしこまりました。いやなんかもう F1 の技術みたいな感じですよね。もう充電量とそのブーストと、はい、もうここに表示も今出てるんですけども、倉林さんどうですか、なんか緊張解けてきてません？少し。はい、あの私はもう割と初めの段階で緊張解けてました。そんな感じですね、僕、はい、非常に乗りやすくて自分の81に乗ってる感覚と変わんないですよ、まあ、いやあの外から見たら、まあ、とんでもないスタイルをしているので、個性的なスタイルしているので、その凄さはもうスーパーカーの中でも超スーパーカーなんですけれども、乗ってるとあまりに乗りやすくて乗り心地も良くて、あの個性的なスタイルをしてたことを忘れてっちゃいますね、この車。そのぐらい運転しやすい。で今実は僕コルサモードで走ってるんですけど、コルサモードで、おーすごい音、すごいやばい。コルサモードで多分通常のアベンタドールの SVJ とかと同じぐらいな感覚で街中走れちゃってるかもっていうぐらい乗りやすい。ちょっとでもやはり踏みたくても一般道はどこも踏めないですね今。そうですね、なかなか難しいかと思います。このスタートがスムーズですもんね。非常にスムーズです。スタートがギクシャクしないんですよ、はい、さあちょっとだけ踏みます。ありがとうございます、ごちそうさまです。はい、まあ何にせよ乗りやすいしいい音だし素晴らしいと思います。でちなみに最後に燃費は良くないです。燃料もう今満タンで走り出したんですけど、すでに 25% 減りました。だからタンクもちょっと小さいかもしれないですね。はい、まあそういうのは特徴としてあります。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。コーンズさん本当感謝します。このコラボレーション、シアンロードスター世界に19台の車乗せていただき本当ありがとうございました。倉林さんありがとうございました。本当ありがとうございました。またチャンスあったらよろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。こういう車、あと SVJ も本当乗りたいなと思うので改めて、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあもう声が枯れそうなのでこれで終わりたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。いいからフォー。